今までの流れ、ロシアはバルカンの民族運動を利用して南下しよう南下しよう南下しようとしてるのに、二度にわたってイギリスに妨害されましたということですね。そこで堪忍袋の緒が切れたんですよ。ロシアさん、いい加減にしろと。もうこうなったらですね、イギリスとの戦争も辞さないと、もう無理やりバルカン半島に攻め込んでやるって言って始めちゃったのがクリミア戦争とロト戦争なんですね。無茶はいけませんね、無茶はね。またね、例によってですね、表向きの口実はギリシャ正教徒を支援するって言うんですよね。オスマン帝国がバルカン半島の正教徒を弾圧してるから助けに行くんだっていう表向きの理由で、実は南下したいということね。ですからこの戦争はですね、まずオスマン帝国 VS ロシアのニコライ一世との間に始まりました。そうしますと、オスマン帝国はイギリスの方に支援求めるでしょ、自動的に。で、英仏が任せろって言って、参戦しました。はい、イギリスはまたですね、パーマストンでね。はい、で、フランスは、はい、この時に、もう政権変わっていて、ナポレオン三世になってます。で、このナポレオン三世がロシアをですね、挑発したんですよ。で、そのことが今回のクリミア戦争のですね、直接のきっかけになったので、ちょっとこれをお話ししますね。聖地管理権問題と言います。キリスト教の聖地イエルサレムですね、イエス様のお墓のあるところですね。ここはですね、オスマン帝国の領土になってました。で、オスマン帝国はですね、割と宗教については緩かったので、キリスト教徒に対してこの聖地イエルサレムの管理権を認めようということにします。で、キリスト教の国がいっぱいあるんですけれども、ちょうどね、ウィーン包囲やった頃ですよ。だから1500年代にオスマン帝国の一番の敵はオーストリア、ハプスブルク家でした。で、その向こう側にいたブルボン家っていうのが、ハプスブルクの、ライバルだったんで、敵の敵は味方ということで、オスマン帝国はこのフランスブルボン家と手を組み、で、フランス人にね、いろんな特権を与えましたね。これをカピチュレーションと言います。で、このカピチュレーションの一つとして、イエルサレム管理権をフランスに与えるという決定をしてるんですよ。はい。で、ずっとだから、フランスブルボン家がエルサレム市を管理していたんですけれども、フランス革命が起こりまして、で、フランスの革命政権が、ほら、キリスト教は迷信だとか言って、これね、やめちゃったんですよね、聖地管理を。で、宙に浮いちゃったこの管理権を拾ったのがロシア。つまりロシアはですね、正教徒の保護者ということで、それまでね、カトリックが握っていた聖地管理権を奪ったと、いうことですよ。さて、ナポレオン三世です。1848年にフランスの大統領、後皇帝になりますけれども、このナポレオン三世が国内の人気取りのためにですね、この政治管理権問題をですね、ほじくり返すんですね。つまり、ロシアに奪われた政治管理権を返せって言ってね、オスマン帝国に圧力をかけ、で、オスマン帝国もですね、めんどくせえから、もともとフランスが持ってたしっていうことで、あっさりこれをロシアからフランスに戻しちゃった。これを聞いてブチギレたのがロシアのニコライ一世ということで、これがですね、クリミア戦争の直接のきっかけということになります。このボナパルト家っていうのはですね、ロシアとは因縁浅からず、彼の叔父上のナポレオン一世はですね、ロシア遠征でこけて身を滅ぼしたんですから、そのですね、仇討ちという意味もあったんですよ。はい。もうナポレオン三世、やる気満々ですね。
そしてもう一つ、まあ、小国ですけども、サルテーニアが参戦します。カブールですね、カブール。でカブールはこれからイタリア統一するときにナポレオン三世に助けてもらいたいから、先に恩を売っていくということで、今回は、フランスとともに出兵しますということで、はい、ということでこちらが連合軍ですね。まあメインはイギリスとフランスでございますと。で連合艦隊が編成されまして、さあどうやってロシアに攻め込むんですかってことですね。ロシア本土に攻め込むためにはこうするしかないですね。海峡を通るしかないですね。で先ほどのですねロンドン条約で、両海峡は中立化されていますから外国の軍艦は入っちゃいけないんですね。いけないんですが、この時エースはですね、オスマンさん、オスマンさん、あなたの国を助けてロシアを叩きのめすためにここの海峡を通りたいんですけども通っていいですかって言った。からあのオスマンさんがどうぞどうぞってね、海峡を開いたんですよ。ですから連合艦隊はここを堂々と通って、はい、黒海に入りました。だから今戦場はこうなってます。ロシア軍がバルカンに攻め込んでます。そして英仏連合軍が黒海を渡ってこの黒海艦隊の基地がある、セバストーポリに殴り込みかけると。ここが激戦地になっちゃったんで、後にこう言われたんですよ。クリミア戦争。クリミア戦争。これはですね、ナポレオン戦争以来の大戦争になりました。それからね、近代兵器がどん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 投入されまして、例えば、英仏連合艦隊の主力はですね、蒸気船でした。蒸気船です。あとは、大砲がどんどんコロコロ進歩してですね、飛距離がもう飛躍的に伸びてます。一方、ロシアは全く遅れていて、蒸気船はですね、あるにはあったんだけども、全然数が足んなくて、ロシア軍の主力は未だに反戦でした。ですから、反戦と蒸気船の戦いになっちゃった。でも、セバストポリっていうのは、ロシアが誇る大要塞でありまして、このクリミアの崖の上にありましてですね、この橋脚がクリミア半島とすると、この崖の上にこう要塞がございまして、こんな感じで、でそこにロシア軍がですね、大砲をこう構えているわけですよね、大砲をここ。な、そう。で、それでそこにその、連合艦隊がこう、こう接近するわけですよね。煙吐きながらね、シュッ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 と、当然上からね、上からバンバンバン撃ってくるんですね。おーっとっとっすね。だから、あんまり近づけないので、ロシア軍の大砲の射程距離の外にいて、こっちから撃つんですよ。こっち届くんですよ。ロシアが一方的にボコられるんですね。あとは、ここから上陸は難しいので、この半島の後ろ側から上陸して、で、連合軍兵士が、このセバストポリの背後から襲いかかったんですよ。大砲ってみんなこう海の方を見てますね。で、ここでまあ、すさまじい、戦いがありまして、結局、セバストポリ要塞が落ちました。で、徹底的に破壊されます、これ。何万人っていう死者と怪我人、それ以上の怪我人が出ますね。で、その怪我人はどうしたかというと、イスタンブールに運ばれていって、そこで応急処置を受けるんですが、もうね、イスタンブールはもう怪我人で溢れててですね、病院がですね、もう落ち着かないんですよ、手当てが。うん。で、なんかもうベッドも足んないから、なんか床に寝転がされて、それで包帯も足んないって言って、死んだ兵隊が巻いてた包帯剥がして新しい兵隊に巻くとか、なことやってたんですよ。だから何が起こったかとね、感染症。だから実は戦場で死ぬ人よりもその病院に風邪込めてから病気で死ぬ人が多かったって言って、まあ凄まじい状況で、ナイチンゲールっていう人ですよ。ナイチンゲールっていう有名な看護師さんですね。ナイチンゲールはここであまりのひどい状況を見て、ちょっとなんとかしなきゃって考えて、例えば今じゃ当たり前だけども、怪我人には新しい包帯巻くこととか、ちゃんと介護する人は手を洗いましょうとか、そういうことを始めたんですよ、この時に。これが近代の看護制度の、始まりを告げる。これもクリミア戦争なんですね。皇帝陛下に申し上げます。セバストポリ要塞陥落ということで、
大ショックを受けたニコライ一世はですね、精神状態が不安定になっちゃって、夜眠れずですね、精神安定剤を服用し始めて、そしてある日突然死にました。で、このニコライ一世の最後っていうのはこれ謎なんですよ。薬の量を間違えたという説と、いや自殺だっていう説があって、未だに分かってないんですね。それで息子さんが後始末をさせられたんですよ。これがアレクサンドル2世ですね。この人が濃度解剖をやるんですよ。一方パリはもう勝った大騒ぎになっちゃって、もうこの時はナポレオン3世のもう得意の絶頂ですよ。私は叔父の敵を撃ったってことで、パリで講和会議じゃって言って、パリ条約、はい、国会の中立化、つまり国会全体を非武装化する、外国軍隊を国会に入れてはならないということは、自動的に、ロシア国会艦隊は廃止です。廃止、これはもうあれですよ、エカチェリナ2世の前に戻っちゃったってことですよ。これ大ショックですよね、ロシア。でもね、これだけのショックを受けてやっと目覚めたんですよ。やっぱり人間はですね、挫折しなきゃダメなんですね、挫折を。今までね、なんとなくうまくやってきてですね、ナポレオン戦争もですね、なんとなく勝っちゃったでしょ、ね。だから今まで通り行けばいいと思ってたんですよ。違うんですよね。もう完全にロシアっていうのは時代の波に乗り遅れていたわけですよね。で、この頃からやっとですね、このアレクサンドルが、ロシアのですね、抜本的な近代化っていうのを乗り出して、クリミアショックでね、イギリスのことを研究しろ、なんでイギリスはあんなに巨大な蒸気船を作ることができるのかということですね。そしたら産業革命だとわかるんですよね。ということはロシアでも産業革命を起こせばいいんでしょ。じゃあどうしてイギリスは、あの貧しかった小さな北欧の島国がですね、産業革命ができたんですかって言ったら、それは囲い込みってのがあって、で農民で余った労働者が都市に流れてきて工場で働いたということでしょう。同じことをやればいいじゃないですか。ロシアだって農民は余ってんだから、農民たちが都市に行って出稼ぎに行って工場で働けばいいじゃないですか。なんでそれができないんですか。なんでできないか。それが濃度性なんですよ。移動の自由がないんですよ。農民たちは町に出稼ぎにも行けないんですよ。濃度性とは何かというですね、一発でわかる絵を見せますから、絵を。これは19世紀ロシア代表のレイピンという画家の描いた絵ですよね。ボルガの船引きっていうです。ボルガ川を遡る船を引っ張る濃度を描いた。こう船がありますね。船をですね、人間が引っ張ってたんですよ、ロシアっていうのは。中世じゃないんですよ。19世紀なんですよ、これが。で、彼らは村から一歩も出ることを許されず、土地とともに売買されて、牛山のように扱われました。しかも、この人たちがロシア人の圧倒的多数だったっていう、まあ、凄まじい国ですよ、あそこはね。濃度性。だから、皇帝アレクサンドルは、彼らに対して自由を与えるということに踏み切ったんですよ。これが、濃度解放令。この右下の図を見てください。まあ、今日のね、一番大事なポイントです、これが、濃度解放令。まず、いつですか？はい、クリミアの敗戦後です。クリミア戦争の敗戦後。クリミア戦争は53年から56年まで で、その5年後ですね、5年後に、アレクサンドル2世が発布しました。61年。この年は大事な年です。イタリア統一の年でもあり、
南北戦争がね、始まった年でもあります。日本は幕末ですね。1位、貴族に命ず、農奴に移動の自由を与えろ。さらに、土地も分けてやれ。ここがですね、アメリカの奴隷解放と違うんですよ。アメリカの奴隷解放は土地はないですね。ロシアの場合には土地も分けてやると。だから1番、土地と自由。貴族が農奴に土地と自由を与えると。貴族は何と言いますか？大反対ですよ、もちろん。ね、大反対。それで、皇帝はですね、その貴族の反対を抑えるために、こう言ったんですよ。諸君が手放す土地については、政府が保証金を払う。だから損はないだろう。そう。政府が貴族に土地代金を払うんですよ。で、これで終わっていたら、これは素晴らしいですね。ね。ところがね、ロシア中の土地代金を貴族に払い続けるってことは、ものすごい財政難になっちゃうんです、政府が。そこでどうするかっていうと、はい、三つ目。土地代金は政府が農民から取り立てる。なんで結局金払んじゃうというの。ね。つまり封建時代の優勝藩士ですよ。フランスで言ったらね。じゃ実際に払えるんですかと。ね。さっきのね、この疲れ切ったお父さんたちがですね、お金払えるんですか？預金があるんですか？そう。だから、まず第一にですね、一括払い無理だから、分割ローンにしたの。分割ローン。うん。で、何年かっていうとね、50年です。50年分割ローンです。50年払い。今ね、日本で家を買うと、どうなるか。私みたいな富豪だったら、まあ、現金で払うんですけどね。普通のサラリーマンだとちょっと無理ですよね。だから必ずその銀行ローンくんですね。銀行の住宅ローンって言ってね。あれはですね、平均的に言うと35年です。35年。ね。会社入って10年ぐらい働いて、ちょっと高めができたら銀行ローン組んで、だから30歳ぐらいから組み始めて、35年間毎月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 、この銀行さんにですね、利子をつけて払い続けるんですよね。ちょっと払い終わるのが大体65歳ぐらいで、まあ大体その定年退職の頃にやっと払い終わるっていう、まあ、本当にサラリーマン辛いですね。多分皆さんのお父さんも、もう今泣きながら働いてると思うんですよね。で、その後、まあ老後はやっと自分の家になるという話ですね。ところがこれ50年ですね。でしかもですね、ロシア人って今でもそうですけども、寿命が短いんですよ。だからすぐ死んじゃうんですよ。ね。寒すぎて、あと食事が良くなくてね。もうなんか油ばっかりで、しかも酒飲みすぎて、すぐ死んじゃうんですよ。ね。心臓発作が多いんですよ、心臓発作が。うん。だから、大体当時の農民の平均寿命がね、まあ大体30代、40代ですね。平均寿命が。だからこれ間に合わねえよ。50年後って言ったら、俺の息子や孫の代になっちゃうんですね。それまで払い続けるっていうことですね。プラス、一人一人だと払えませんって人が出てくるので、連帯責任にしたんですよ。連帯責任に。村ごとに連帯責任にして、でもし村人の中でもし払えない者がいたら、同じ村の仲間たちがちゃんと払ってやれってことで、まあ、例えばこのクラスが一個の村とすると、この中で助け合ってまとめて積み立て金を作って、それを政府に払うっていうことなんですね。うん。で、その村のことをロシア語でミールっていうの、ミール。だからミールっていうのは村ってことなんです。もともとあったの、中世からあったの、村ってのは、ミールってのはね。ミールでお金を積み立てて、政府に払って50年間。ってことは、50年後に何が起こるかっていうと、その土地はですね、ミールのものなんですよ。個人じゃなくて。村有地なんですよ。これが、農奴解放令です。皆さんどうですか？今から50年ずっと住宅じゃないや、土地ローンを払い続けて、もしかしたらあなたの子供や孫の代まで払い続けて、その土地はあなたのものじゃなくて、あなたの家のものじゃなくて、それは村のものなんですよ。それでもいい。それでもローン払いますって人。いや、嫌だって人。
うん。嫌だって人は土地は諦めてください。で、土地は諦めて、もう移動の自由があるんだから、どうぞ都市に移ってお仕事を探してくださいっていうことなんですよ。むしろ政府はこっちを奨励するわけ。土地は諦めて都市に行きましょうね。そうしたら産業革命が起こるからっていうことなんですよね。